さて、今回もお客様に喜んでもらえるように頑張るか。俺は今日も気を引き締めてアクセルを踏み込んだ。観光バスツアーのスタートだ。レシオタイム。俺の名前は矢野颯太。バスの運転手として長年働いて今年50歳になった。もともとは路線バスを運転していたが、仲間の運転手がどんどん高齢で辞めていってしまい、少し寂しい思いをしていた。親しい人もみんないなくなったし、俺もちょっと環境を変えてみるか。そこで俺は前から興味があった観光バスの運転にチャレンジしてみることにした。観光バスの運転手はある程度経験が必要だ。うちのバス会社にも観光バス部門はあるが、誰でもすぐに配属されるわけではない。うちの会社では入社後1ヶ月の運転講習を受けてから、まず路線バスや定期バスで少なくとも3年間の実績を積まなくてはならない。その間無事故無違反で安全運転を守り、お客様からの評価も高いドライバーだけが社内の試験を受けて観光バスのドライバーになれる。おっしゃー、合格だー。俺もそうやって試験を突破し、今は念願の観光バスを運転している。観光バスの運転は路線バスとはもちろん勝手が違う。右手をご覧ください。あちらに見えますのが県内で最も古いお寺で、例えばバスガイドの案内に合わせて車のスピードをうまく落とし、窓からの景色を見やすくしたりする。そして路線バスに比べて長時間の乗車になるので、車酔いを起こさないようによりスムーズな運転を心がけている。いろいろと気をつけることが多くて大変だな。でも路線バスにはない役得もある。それがうめー、これが本場の味か。旅行先での食事だ。観光バスを運転していると全国各地の名産品や美味しい料理が食べられる。この特典は路線バスにはない。それに新しい刺激も多い。おはようございます。おはおはでございます。今日のお客様はみんな奇抜な格好をしてるな。こういうのが今流行ってるのか。アニメの聖地巡礼ツアーを行った際はみんなコスプレをしていて驚いた。他にもサバゲーマニアのバスツアーを担当した時はみんないかつくてすごい迫力だった。本日はお世話になります。よろしくお願いいたします。おはようございます。こちらこそよろしくお願いします。本格的だな。バスジャックと間違われたりしてそして今日俺が運転するのは婚活ツアーのバスだ。このツアーの参加者は年配の方が多い。離婚や死別などパートナーと何らかの事情で別れて、今は独り身の方たちばかりだ。いい人が見つかるといいな。みんなこれから一生を共に過ごすセカンドパートナーを探す目的で参加している。婚活がメインではあるが、回る観光地や出される料理もちゃんとしていて質がいいので、ツアーとしての評判も高い。どうぞこちら、プロフィールシートです。1枚ずつお取りください。プロフィールシート、はい、こちらをご記入いただいて、お相手と見せ合えば初対面でもお互いのことがよくわかりますから。プロフィールシートには名前や年齢など基本的な情報のほか、職業や休日の過ごし方、趣味、好きなタイプなどが書けるようになっている。ふぅ、こりゃいいね。もちろん無理に全部ご記入いただく必要はありません。できる範囲で結構です。初対面だと言いたいことがうまく伝えられなかったり、自分をアピールできない人も多い。でもプロフィールシートがあれば自然と会話の糸口もつかみやすくなる。参加者が少しでも安心してコミュニケーションを図れるように、こうして気を配るのも俺たちの役割だ。バスが走り出すと簡単なゲームや質問タイムなどのイベントがあり、徐々に雰囲気もほぐれていく。やったー、ビンゴー。おー、すごいねー。乗客の皆さんが楽しそうに過ごしているのを見ると、こちらまで嬉しくなる。その後は定期的な席替えをして、それぞれが全員と話せるように配慮しながら観光地を巡る。観光地に着くと、お客様はバスを降りてちょっとしたフリータイムを楽しむ。
この時間は座席に関係なく自由に動けるので、気になる人と仲を深めるチャンスだ。あの、二人で写真撮りませんか？写真ですか？じゃあみんなで撮りましょう。その間、俺は次の出発時間までしばしの休憩を取る。少し仮眠しておくか。だよ、タグ、やってらんねえよ。なんだ。その時、男性のお客様が随分と怒りながら帰ってきた。本来ならまだ観光地を巡っている時間帯のはずなのに、一人でこんなに早く戻ってくるなんて。お客様、どうかなさったんですか？どうもこうもねえよ。このツアーどうなってんだよ。とおっしゃいますと？これ婚活ツアーじゃないのか？ええ、さようでございますが。いいなって思う人がいてよ、さっきからずっとアタックしてるのに全然振り向いてくれないんだ。そうでしたか。婚活ツアーはカップルの成立を必ず保証するものではない。それでもうまくいかないからといって怒り出すお客様がたまにいる。そういうお客様のケアをするのも俺たちの仕事だ。せっかくいい人と出会えると思って参加したのによ、全然うまくいかねえよ。老後に一人で過ごすのは貯金もあるし不自由のない暮らしはできるけど、この先ずっと一人だと寂しいから老後のパートナーを探しに来たっていうのに。こういった生活ってお金じゃ変えられないものがあるだろう。確かにそうですね。もしよかったらもう少し詳しく聞かせてください。私で何かお役に立てることがあるかもしれませんし。え？そうか。ツアーの参加者全員に満足してもらうのが俺のモットーだ。現実問題としてそれは難しいかもしれないけど、初めから諦めるつもりはない。俺はできる限りの情報を男性から聞き取り、何か力になれることはないかと模索した。なるほど。それではその女性との話が自然と盛り上がるように、こういうのはどうでしょう。私が腕時計についてお客様に質問しますから。そしたら、おお、いいね、頼むよ。俺はお客様のために一肌脱ぐことにした。間もなく観光地から他のお客様も戻ってきて、全員が席に着いた。先ほどのお客様の隣には意中の女性が座っている。そこで俺は出発前にさりげなく男性に声をかけた。おお、その時計おしゃれですね。ああ、これですか。この前イタリア旅行に行った時に買ったんですよ。え、イタリアですか？ええ、はい。女性はイタリアという言葉を聞いてパッと顔が明るくなった。旅行先ではどんなところを回られたんですか？コロッセオとかトレビの泉とか。いいですね、私も行ってみたいと思ってるんです。その後、二人は次の目的地に着くまでずっと話に花を咲かせていた。実は俺は女性がこれまで他の人と話しているのを聞いてイタリアに興味があるのを覚えていた。そんな中でちょうど男性の腕時計がイタリア旅行で買ったものだと聞いて、それが会話の足がかりになるようにアシストしたというわけだ。話が弾んでるみたいでよかった。そしてこの婚活ツアーもいよいよ大詰め。最後はそれぞれがカップリングカードに好きな相手の名前を第一希望から第三希望まで書くことができる。これで両思いになればカップル成立だ。カップルが成立したからといって必ずお付き合いしないといけないわけではありません。お友達から始めたい、もっとお話ししてみたいというお気持ちでも構いませんので、もし少しでも気になった方がいれば積極的にお名前を書いてみてくださいね。この日は嬉しいことにほとんどの乗客がマッチングに成功した。やっぱりカップルがたくさん成立すると運転手としてもホッとする。ただ残念ながらあの男性は両思いにならなかったようだ。ツアー終了後、男性は最後までバスに残っていて、折り際俺に声をかけてくれた。まああれだね、今回はダメだったけど、この年になってこういう機会があるってありがたいことだよ。それに運転手さんの心遣いにも感動したし。おいや、私はただモテる男ってのはきっとそういう気配りができる人なんだろうね。いやー、勉強になったよ。そんな。
本音を言うと、途中でもこんなツアー二度と参加するかって思ったけど、親身に相談に乗ってもらえて、また参加したいって気持ちになったよ。今度は運転手さんにいい報告ができるように、俺自身もっと自分を磨かないとね。またぜひお待ちしております。今日はどうもありがとう。こちらこそありがとうございました。観光バスのドライバーは臨機応変にイレギュラーな対応をすることもあって大変な仕事だ。でも最後にお客様から感謝の言葉を述べられると、そんな苦労は全部吹き飛んでしまう。この仕事をやっててよかったな。そして翌日も俺はバスのハンドルを握る。観光バスでのツアーは参加されるお客様にとって一生の思い出に残るかもしれない大切な時間だ。その時間をより実りあるものにするために俺たちがいる。よし、今日も安全運転でお客様に満足してもらえるツアーにしよう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。